東洋理休整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、痛い時は揉むのは良くないについてお話したいと思います。まあね、様々な、ねまあ、痛みがあると思うんですが、首が痛い、肩が痛い、腰が痛い、足が痛いっていうのはですね、そういった経験をね、まあ、される方は多いと思うんですが、そういった時にですね、揉むのはいいのか悪いのかということなんですよね。まあ、東洋医学的に言うとですね、まあ、その痛いところ患部にですね圧力を加えるっていうのはですね、逆効果だということになってるんですよね。まあ、それでですね、この揉む、ね、圧力をかけて揉む、ね、叩く、ね、腰が痛いから叩く、ね、肩が痛いから叩く、ね、あとは押す、ぎゅうぎゅう、ね、ぎゅうぎゅうと押すと、ね、あとはマッサージ、マッサージするとね、まあ、その場はいいんですよ。その場は、その場は血液の循環が良くなるのでちょっと楽になったなってなるんですけど、また元通りになるわけなんですよね。こういったやり方はですね、その場は一瞬、まあ、流れを作ることができるんで、楽になるんですが、その後むしろ流れが悪くなるんですよね、東洋医学からすると、ね、じゃあどうしたらいいのかということなんですが、ご自宅でできるやり方としては、まず、春北海道ね、春北海道を、まあ、服の上から貼っていただいて、持続的に血液の拡張を促して循環をさせる、ね、まあ、低温やけどに、まあ、気をつけながらですね、春北海道をやる、ね、あとは手当て、まあ、手を当ててると、ね、先ほどにぎゅうぎゅうと、まあ、圧力をかけるっていうのが良くないんで、痛いところですね、痛いところに手を当てる、腰なら腰、痛いところに手を当てるですね。皆さんもご経験があると思うんですが、お腹が痛いときにですね、お腹を手やってるとちょっとマシになってきますよね。これとまさしく同じなわけですよ、ね。ずっと手を当ててると血液の循環がじんわりと促されていきますので、加圧をかけずに、手を当てるとかね、手当てがいいわけですよ。次、さする、ね。これもグッて加圧をかけずにさするわけですね。さすることによって、その場限りではなくてですね、持続的な循環を得られますので、さするという行為もですね、プラスになりますね。その次、お風呂、お風呂にゆっくり浸かるですね。まあ、よくね、痛みのある方でですね、お風呂上がりはまあ楽だということが、楽だという人がたくさんいるんですよね。それは血液の循環が良くなった後に、まあ、楽になるからなんで、ゆったりとした気持ちでお風呂に入るということが重要ですね。その次、まあ、お灸、ね、まあ、なかなかね、専門的な場所にお灸するのは難しいんですが、まあ、痛いところに直接ね、千年灸などでお灸をしてみるということで、持続的なこう流れを作ることができるわけなんですよね。まあ、そのようにしてですね、ご自宅ではやっていただけると、効果がありますので、痛い時は揉むのは良くない、ね、揉むのは、まあ、良くないですね。まあ、圧力を加えるというのは一時的な、まあ、緩和方法になりまして、こちらよりこちらの方が持続的な緩和方法になりますので、ぜひ実践してください。以上です。